ピーマッ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、平天くんです。今回は東京都世田谷区小田急線成城学園前駅からめっちゃ近い、めっちゃ近い成城ニュージャパンさんに来てまーす。はい。すっごい久しぶりですね。10月頭に平天くん撮影をして以来なので、結構空いてますね。まだ終わってませんでした、この番組。かろうじて続いています。はい、ということで、まあ、前回こちらのお店でね、もういい台はね、お客さんががっちり、もう閉店まで離さないもんだからね、俺にとっては悪い店だ、みんなにとってはいい店だけどねって言ったんですけど、まあ、今回はそうならないようにね、ギリギリまで粘って、なるべくいい台を打てるように、ね、俺にとってもいい店になるようにね。しっかり立ち回っていきたいんで、早速店内に行ってみたいと思います。入店やってきました、成城ニュージャパンさん。それでは早速店内で見に行きましょう。膝が痛いコンドロイチン飲まないとやってまいりました、成城ニュージャパンさん。お、番長3のミサオちゃんバージョンポスターにね、生まれ変わっております。はい、じゃあやっていきましょうか。はい、失礼します。あ、どうも、えいえい、ありがとうございます。まあ、凱旋の天井手前みたいのはないな。まあ16とかあるけど、まあいいか。はい、バジリスク絆ね、62の36、お隣が58の34、真ん中が10の3で、57の23、そして45の24と、ね、いつもこちらのお店、ね、2分の1とかやってますよ、ね、2分の1、3分の1かな、前代とかたまにやってるんですけど、それがいつやってるかは俺は知らない、今日は、11月30日、ね、明日から師走でございます、給料日明けね。まさに今日が給料日っていう人も中にはいるんじゃないかな、さあジャグラーコーナーやってまいりました、失礼いたします。あら、今日空いてるね。まあまあ、いや、これもったいないね。まだレギュラー1回とか4の1とかね、0541回転、まだ1回も当たってない台とか、まだまだ分かんないよね。まあ、こういうハマりを一回来るとね、うわって思っちゃうけど、埋もれてるパティーンですね、これね。はい、31の18、はい、サザンアイズすごいですね。ドル箱4箱ちょい、すごいね。そしてお隣がなんと熊坂はもついに入れたんだ。はあ、はい、角のマイジャグラー2が30の34、ね、素晴らしい、カチカチ君持ってしっかり数えてますね。ということは今日は結構ジャグラーの空き台があるんで、可能性のある台を打つしかないね。4の0200分の1、だけどビッグは200分の1ですからね、レギュラーが引けてないだけです、はい、こちらも4の0、これなんかまだ可能性あるんじゃないの。160分の1ですけど、ビッグは160分の1でしょ、レギュラーを引けてないだけでしょ、これも4の1でしょ。34、91、38、250の8でしょ、で400でしょ。わあ、できれば俺こっち打ちたいな、こっちがいいな、こっちにしよう、こっちにする。やっぱりマイジャグラーやめ、あるある、400ぐらいハマることなんて普通に、はい、じゃあ今回はスーパーミラクルジャグラーで行ってみたいと思います。えいえい、はい、それではね、北谷さんのスーパーミラクルジャグラー打っていきたいと思います。おそりパッチャス、ふい、残念。こっから悪くなることもあるから、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんだけど、でもまだまだ打てるでしょうねえ。まあ、400って言うとね、やっぱりこう600枚
700枚ぐらい飲まれちゃうんで、そこからもう一回上を目指そうっていうのはね、結構なんだろう、強い気持ちがないとできないんですけどね、まあでもノーマルタイプってそういうもんですからね、ここまでね閉店グッズ撮影がないとそろそろ番組終了も視野に入れないと。ただ切りが悪いんだよな、どうせだったら777回目ぐらいでね、ちょっと終わりにしたいですよね、どうせだったら。まあ最初のねこう撮影スケジュールの勢いだと1000回ぐらいいっちゃうのかななんて思ってましたけどね、今はね結構いろんな番組いろんな媒体が出てきて、閉店前にジャグラーしか打たねえ動画はねもうじゃあそんな2ヶ月近く閉店君は何をやってたのかというと、まあ来店とかが多いですね最近。まあねちょっと撮影がこうできない地域とかもあったりするんで、はい追加投資、追加投資でございます。回転くん撮影もね減ってるよな。まあ大結構あれですね、なんか結構あれが多いな、スカッパー閉店くんが GO っていう番組とか、あとはテレビ埼玉でパチンコ番組ありまして、まあそれに毎月呼んでいただけたり、まあスケジュールが合えばなんですけど、まあ合うんですけどね仕事がなくなってるんで、よっぽどのことがない限りはだいたい合うんですけど、なんとか777までいかないかな、このペースだといかないよな。だって1年で20本いくかいかないかでしょ、あと3年ぐらいかかるよなこのペースでいったら。このペースが続けばいいですけどね、まあ、そしたらギリギリ45ぐらいで、45か、100枚目残念。今回撮影に協力していただいたこちら成城ニュージャパン参戦でをちょっとだけ、まあね、いつも言ってるんですけど、決して大きなお店ではないんですけど、しっかり設定をね使っているね、いいお店なので、ぜひね遊びに来てください本当。ただまあなんて言えばいいかな、いつ来ていいのかは俺もわからない、常連になれば、あもしかしたら週末とかがいいのかな、月末がいいのかな、なんかこう、まあ、7なのか0なのか1なのか2なのか3なのか4、5、6、7、8、9のどれなのか分かんないですけど、まあ、そういうのだったりとか、ちょっと俺も分かんないその辺は、まあ、その辺はね常連さんがよく分かってるんで、まあね、帰りにちょっと寄ってデータ見て1ヶ月ちょっとデータ見ればね、あこの日頑張ってんな、あ今日何日だっけ何曜日だっけみたいな、ね、そういうのをね、続けていただければきっとこのお店がね、どんだけ頑張ってくれてるかっていうのをね実感できると思いますので、ぜひ沿線にお住まいの方、もしくは沿線じゃないんだけどちょっと寄り道すれば行けるよっていう方はね、一度ね来ていただきたい、まあ本当閉店くん撮影の日に来ていただけるのが一番いいんだけど、その他もきっと頑張ってると思うんで、ぜひね一度来れるという方はこちらの成城ニュージャパンさんに遊びに来ちゃってくださいということで、久しぶりの閉店くん撮影、閉店くんは勝つことができるのか、最後までご覧ください、ね、え今日11月30日ということで、明日から12月、ね、いよいよ2017年もう終わろうとしてる。まあ年末といったらね、三重のオールナイト、今年はお声かかるかなと思ってたんですけど、
かかんなそうですね。まあ撮影本数が減ってるようなやつ読んでもしょうがないだろうみたいな、はい、ゴーゴーランプも光んない男呼んでもしょうがねえだろうってことかな、うん、ミラクルジャグラー打って勝ったことあったっけな。3台中1台ぐらい入ってないのかな。手ごわいな。やりました。ミラクル起きた。やったやったぜ。密閣です。嬉しい。どうしよう、出したかったんでミラクルをね。やったあれここどこだったっけ。成城ニュージャパンさん、いい店でやりました。プレミア出た。まあ、あの来店くんとかやってると、まあ、5時間ぐらい打てるんで、まあ、そうすると打ったりするんですけど、なかなかねこの閉店くんの10分15分でプレミア出すことがねできないんで、いやー嬉しい。もうやめようか。絵的には綺麗でしょ。あと10分もある。消化して9分ぐらいかな。はい、ラスト。やりました、念願のプレミアだ。ありがとうございます。はい、じゃあ頑張っていきましょう。イエチゲームレジャーチャンス、ブダウーブダウー。ういったね、やった、すげえ嬉しい。あとはあれだな、閉店くんで PGG を引くだけだな。なんかちょっと今日もったいないな。絶対なんかありそうなんだけど、ゴーゴージャグラーも誰も打ってないし、ファンキーも誰も打ってないし、なんかね EX とマイジャグ2にもあこれだなっていう台はあるんですけど、もっとありそうだよな。どうしてもねジャグラーってこの、まあこれミラクルですけどね、230分の1、332分の16だと書いてあるんですけど、実際はビッグでも300分の1とかなんですよね。単独はチェリー同時当選を込みで230分の1とかなんで、だからその約1000から1500分の1ぐらいのチリ同時当選ね、えまだだって1000回転しか回ってないんだもん。やばい、あとまだまだあと5分ぐらいあるのかなと思ったら、やっぱ久しぶりにやるとあれだね、結構あれだな、もう止めてもいいんだよ。もう負けかな。110回転でしょ、110回転、最初の50枚で38回転ぐらい回ってるけど、もう150枚ぐらい使ってるよな。まあ、あとは4本目投資して何枚ぐらい残ってたのかちょっと分かんないんですけど、はい、あ当たったんですけどちょっと飲まれちゃって。あ、いえいえ、ありがとうございます。残念。はい、投資が200枚、
ね、見事プレミアを引いてのビッグだったんですけどね。果たして200枚あるのか。まあないな、うん、はい、それじゃあ早速声の方を流したいと思います。えいえい、じゃらじゃら、200枚超えろ、超えない、159枚。はい、ということで今回の結果159枚、無念、実践終了ということで、今回こちら成城ニュージャパンさんで実践した騎士は、北谷さんのスーパーミラクルジャグラーを打ちまして、スーパーミラクルを出して負けました負けましたいやでもね、すごい気持ちいいですね、あの短い時間でね、一発目の、まあ一発って一発しか引いてないんですけど、一発目のね、ボーナスがスーパーミラクルでプレミアでね、気持ちよかったです。ということでマイナス41枚、うん、まあしょうがない、ね、ちょっと考えたんですけど、まあね、ガスさんがもうすごいぶっちぎりにもう試行回数も多くていい台だったら、まああのまま打ち続けるのはありだと思うんですけど、まだ分かんないんだったらやめてもよかったのかなまあね、それでやめたらってなるかもしれないからね、分かんないですけど、まあもう一回ね俺が引ければ、まあ、実際残りの時間で130回転ぐらい回せたんで、もう一回引けてもねおかしくなかったんですけど、まあさすがに僕の引きが弱かったということで、今回はね残念ながら負けてしまいました。またね、呼んでくれるって言ってくれてるんで、あのこのシリーズまだまだ終わんないんで、どうかどうか温かい目で見ていただきたいと思います。次回は勝つよ